別に動かないんで、どこ行っても。ほら、動かないです。もうね、自分で閉じる。超やばくないですか。皆さんこんにちは、トゴラソ松戸店のはじめです。今日なんですけれども、結構前にですね、質問であった紹介動画ちょっと撮っていきたいと思うんですけど、今ちょっと緊急事態宣言出てまして、柏店のみんなに会えないんで、ちょっと一人で撮っていくんで、手元動画になっちゃうんですけど、やっていきたいと思います。これ超絶マニアックな動画になると思うんで、興味ない人ほんと見なくて大丈夫です。僕のこだわりなんかもちょっと入れながら説明していこうかなと思うんですけど、まずハサミいろいろ種類あるんですけど、一応これガチガチな研刃ですね。研刃のハサミ、これはすごいいいハサミです。後でちょっと説明します。これは一応研刃と削ぎも対応してる、両方いけるハサミですね。これはもう完全に笹刃って言って、削ぎ専用のハサミです。これはまあみんな知ってるセニングですね。でまずこの、一応これ何が違うかっていうと、これ研刃なんですけど、一応なんかベースカットでめちゃくちゃしっかり切りたい人、ブラントでバシバシ切りたい、時短したいっていう人はこの研刃おすすめです。これは紙が逃げないですね。こう挟んだ時にここがまっすぐなんですよ。これウェットカット専用みたいな感じなんですけど、これこう置きした時に紙がこう逃げないんですね。このまま押さえてバシッて切れるんで、ワンレンとか、ボブとか切るときはめちゃくちゃ切りやすい。ただラインがすごい強く残っちゃうんで、僕は正直あんまり使わないです。これはどこだっけな、これナルトのハサミでみんな知ってると思うんですけど、これ多分27万ぐらいします。24万ぐらいします。ハサミでも値段じゃないんで、選ぶ時の一番のポイントは見た目から入っていいと思います。僕は見た目から入りますね。フィット感が一番重要で、見た目2番目ですね。なのでまず見た目でちょっと手に取ってもらって、自分でこう持ってもらった時にフィットするか。結構フィットポイントとしてはこの小仕掛けですね。この小仕掛けが、あとここの角度、これ超マニアック、これマニアックすぎるな。この小仕掛けの時にここまっすぐのこのストレートタイプと、ここちょっとこう曲がってるやつがあるんですけど、ストレートのやつ僕すっげえ持ちづらいんですよね。ここがこう曲がってて、ちゃんとこれ指全部こう置けるんで、これめちゃくちゃ持ちやすい。ここストレートタイプはなんていうのかな、もう持つところが矯正されてるみたいな感じなんで、すっげえ持ちづらいんですよ。でもこれが好きな人もいると思います。これはね、ブラント、やっぱこういう感じ専用なんで、こう刈り上げとかはちょっとすごい、このカーブがつけらんないんで、全然僕は切りづらいんで絶対選ばないですね。なので刈り上げには向いてないです、これなんですけど。なのでこれはすいません、ブラント専用、時短専用、ベースカットしっかり切りたい人はこちらおすすめですね。この形、研刃でここをまっすぐ、これ選んだ方がいいと思います。力がねしっかりこう伝わるんですよ、研刃って。なのでこれがおすすめ。僕はこれちょっと僕のじゃないんですけど、僕はこれ使わないです。で次こちら、これはシザースジャパンっていうブランドなんですけど、これは研刃なんだけど、ここの部分が分かります、ここ丸くなってますよね。ちょっとさっきのやつはここまっすぐなんですよね。これ丸くなってて、これはウェットでもドライでもどっちでもいけるし、こういう風に削ぐ人、すく人いると思うんですけど、それにも対応してます。これウェットですこうやってすいても、ドライでこうやってすいても滑ります。ただ両方なんで、ここのカーブの部分はめちゃくちゃ甘いです。なのでこれはでも両方使えるんで、僕あんまり上手い人ってハサミあんまり持ちすぎないイメージがあるんで、なるべく本当はこの2本でいきたいところなんですけど、後で紹介しますけど、こちらだいぶ柔らかく切れるんで、これも使います。僕は3本でやってます。なのでこれは1本で両方いきたい人用、スピード重視な方とかは、あとは少ないハサミの本数でいきたい人、シザーケースによってやっぱ2本ぐらいとかしか入らない、そういうコンパクトなやつもあるんで、そういうのでいきたい方はこれ、これも別にシザースジャパンじゃなくても全然いいと思います。何でもいいんですけど、両方ウェットもドライもいけるやつ、これを僕は使ってますね。これ刈り上げもすごいしやすい、さっき言ったようにここがすごい持ちやすいし、フィットするんで、フィット感もやっぱちゃんと見ながら選んでもらうといいと思います。
まあ、でも何よりハサミはフィット感大切かな。ただあと顔のお客さんの顔の周りで使うものなんで、やっぱりこう目に入ってくるじゃないですか。なんかちょっとこうキラキラするようなやつとかついてるやつとかも、まあ、特に女性の方はいいんじゃないかな。テンション上がりますね。まあ、男はこういうちょっとなんとか模様みたいな入ってると自分もテンション上がるし、お客さんもちょっとおってなるかもしれないですね。次、これ笹刃。これはもう本当にドライ専用のハサミで、これはね、ここわかります？めちゃめちゃねカーブがついてるんですよ。このこっちのハサミと比べるとわかるかな。ここわかります？曲がってないですよね。ここめっちゃ曲がってますよね。これこんな感じでこうやって切った時にこっちのハサミは髪の毛がずれるんですよね。こうやってやった時にここにスーってずれるんですよ。ただドライで切る時にお客さんの髪をこう滑らかにつける、こういう手つきでつく時にすごい使えます。こっちの方がこっちです。もし削いだらずれてくんないんでスパッて切れちゃうんですよね。だからドライで切る時とかもウェットの時はこれでもまあなんとなくいけるかなと思うんですけど、そぎのラインがすごい鋭角になっちゃいます。これは鋭角っていうか、すみません、バスって切れちゃいます。これはもうめちゃめちゃこうシューってなだらかに切れるんで。ちなみにこのハサミはどんぐらいだろうな、1年以上研いでないと思います。これわざとなんですけど、一回研ぐとなんか自分のベストなこの切れ味から変わっちゃうんですよね。研ぐとちょっとやっぱ最初引っかかるんですよね。引っかかるっていうのは滑ってくんないんでパスって落ちちゃうんですよ。それが嫌で、あのかけたりするまではまあほぼ研がない、切れなくていいハサミなんで全然問題なくいけます。なのでセニングも使うんだけど、質感調整でやっぱりこういう風にこういう風に好きたいよっていう人はあんまり研ぎすぎなくていいんじゃないかなと思います。なのでそういうカットをする人は、したいなっていう人はこういうハサミもおすすめ。これこうするともう全然ほらここが丸いのめっちゃわかりますよね。こっち開くと見てください、まっすぐなんですよ。めっちゃ切れそうじゃないですか。すごいまっすぐ。これだから絶対もうウェットのみ。でもまあ基本こういうの1本と、まあ、こういう笹刃プラスですきばさみ、まあ、大体3本でいいんじゃないかなと思います。で次セニングなんですけど、すきばさみですね。すきばさみはこれはねパーセントがいろいろ分かれてて、ちょっと今ないんですけど、めっちゃ透けるやつは多分 5,60% とか取れるやつもあります。これはちなみに 25% ぐらいだったと思います。男性の超毛量多い人とかすくときは、まあ、50% ぐらいとかでもやっていいと思うんですけど、慣れてないと穴開いちゃうんで、円形できたみたいな感じになっちゃうんで、僕は怖いんで、まあ、その半分の 25% ぐらい。これだとまあ結構バババババって根元攻めても全然頭皮見えたりはしないんですよね。いい感じに透ける、こう端からババ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 バって根元すいてっても全然いい感じに軽くなるみたいな。でその後に、まあ、これで縦にこう持って入れるみたいな、こういう感じですね。なのでこれでめちゃくちゃすいて、これで質感調整する。なのでだいたいセニングは、まあ、15% から 35% ぐらいの間が一番多分誰でも使えるしいいんじゃないかなと思います。ちなみに、こちらはナルト、まあ、多分ハサミ界でも値段設定的には高めなハサミになってます。でしかもこれ当時はまあこれ結構もう昔のやつですけど一番いいやつだったと思います。これはシザースジャパン、上から3番目ぐらいのグレードかな、2番目か3番目ぐらい、だいたい値段的には14万ぐらいなってます。結構値段でここの作りがね違いますね。ここがもうちょっとねボコって出てたりとかするともうちょっともう一個ランクが低かったりとかします。あとシザースジャパンは割とこうスワロフスキーつけたりとか名前つけたりとか、まあでもどこもできるかな、いろんななんかいじったりができますね。重さはそんなに別に変わらないです。まあでもナルト軽いな、ナルトはめちゃ軽いです。ちょっとこっちの方が重いかな。結構なんかたくさん人数切ったりしてくると重さも重要なんで、あとはうわーこれ滑らかさ全然違えな、これあのねナルトは滑らかさが全然違う。これ中のベアリングがねすごいいいやつなんですよ。ちょっとこれは説明できないけど、
中のベアリングがめちゃくちゃ滑らかなんですね。だからこのこれがこの開閉がすごい滑らかで、なんか学生時代にこうやってやってなんかこうやってやってなんかちょっとこのぐらいになったらちょうどいい締まりだよみたいなあると思うんですけど、これがねこれね関係ないですよ。別に動かないんでどこ行ってもほら動かないですよ。もう、ね、自分で閉じる超やばくないですか。ほらこれ全然動かないですよ。ここ動かないでも超ベストなこの当たり具合めっちゃやばいですよ。スーってきてピタッ。これはねなんだろうな、僕もこれは美容師2年目で1回買ったんですけど、やっぱりここがちょっと納得いかなくて結果売りましたね。今はこれが一番いいです。うん、ここあとこれは別になってないんですけど、ここがこうここ自体がもうしなってるハサミとかあります。めちゃくちゃ削ぎやすいと思います。根元からもこうサッサッサッと抜けるんで、そういうハサミもあります。まあ、セニングはなんだろうな、本当に見た目とフィット感と、あとはでもパーセントから先に入らないとダメですね。何パー削げるのか透けるのかを見てから見てくれと、この持ちやすさ、あとはここのメガネって言って両方左右対称のやつもあります。左右対称のやつはあのなんだろう、刈り上げの時にこうじゃなくてこういけるんですよね。基本刈り上げの時にすく時は絶対にこのなんて切る方っていうこのまっすぐな方が、この網網開いてない方が上に来た方が、まあ、基本的にはカットしながらちゃんと上は透ける櫛の役割するんで透ける感じになるので、こっちの方が普通に正しい透き方なんですよね。下から上に行く時はだからそれがメガネだと、まあ、両方こうやって交換してもできるんで持ちやすいんで、持ちやすいっていうか両方しっかり持てるんでおすすめです。あのそういうのをやりたい人は、僕はもうその辺はこだわらないわけじゃないんですけど、別にあんま変わんないって正直思っちゃうんで、このまま使っちゃいます。これがただこれとこれがもともと逆なのもありますね。てか選べると思います。これもシザースジャパン、これはネットワークって言うんですけども、これはまあバルスって書いてありますけど、まあ、ネットワークの中のバルスっていうブランド、これもでもまあそんなに新しいもんじゃないんで今はちょっとあるか分かんないです。ハサミの紹介はこんな感じですかね。選び方はもう選び方だったりとか、まあ、こだわりはまあとにかく僕は両方いけた方がいいんで、うん、ブラントのみにこだわっちゃうと本当やっぱりこう持ち替えないといけないんで、これだったらまあ正直そこそこ全部いけちゃうんですよ、ウェットの状態で。で最後ドライした時にちょっと質感調整するみたいな感じで使えます。僕セニングは基本あんまり極端には男性以外はほぼ使わないので、まあ、セニングにあんまりこだわりはないです。ただ落ちるパーセントが 25% っていうのが一番自分的には必須条件なんで、そういうセニングを選んでます。でちょっと余談なんですけど、コームはもう完全ヤンスーですね。何がいいかってやっぱここやっぱりブロッキング取りやすいんで、あとは軽いし200度ぐらいまで、確か200何度ぐらいまで耐えられるんじゃなかったかな。こういうビッグな大きいものと、まあ、あとは中くらいなもの、これはまあもうロングの人と活用ですね。これはまあ端から端まで誰でも切れる、ロングの人でもショートの人でも使いやすい、こんな感じのあのシザーケースのラインナップになってます。なのでまあちょっと選ぶときなんかは少し参考にしてもらえたらなと思います。めちゃくちゃ切りたい人用、時短で両方行きたい人用で、まあ、そぎの時にはこういう笹場があった方が自分もテンション上がりますし、お客さんもすごい優しく切られてるみたいな感じになると思うんで、こういうのおすすめ。セニングはパーセントで選びましょうっていう感じで今日の動画は終わりたいと思います。自分に一番のハサミを見つけてください。どうもありがとうございました。